ではなかったことになってますから。いいですか？この作品はですね、東園すず、What?
少々痛い目に。
それはそのありがとう。確かにファンクラブも大資本制約。目が泳い、私はまがいものを急い、さっきの提案の答えは、今ですわ。
逃げた。小さい擦り傷はあるけど、大きな傷はないみたいね。なあ、しずくちゃん。ずっとこ。姉様に慣れ慣れしくしたら許さないから。いいわね。
だ。この感覚は。ねえねえ、わかった。
待っててね。できた！いってらっしゃい。パトロール中は私のマネージャーのふりをしなさいよ。万が一変な噂でも立ったら殺すわよ。お、あれ見ろよ、リンちゃんだ。かわいい。またゲリラライブ。あのごめんなさい子羊たち、今はプライベートよ。だから今度のライブを楽しみにしておきなさい。はい、感激です。もちろんよ、リンの成功はファンのみんなのおかげなんだから。ファンの喜びがリンの原動力よ。下僕、あの店の前からまがいものの気配を感じるわ。私に見つけられたのが運の尽きですわ。なんだおめえら。ああ、そういえばってことは賞金首？なんですのそれは。それだったら、うわっ、くっ、薬？なんですのそれは。かく
したわ。まあ姉様の眷属なんだから当然ですわね。さあファンに囲まれる前に早く引き上げますわよ。どうしたんですの？なんですの？急に後ろから抱きつくとか、こんなハレンチなやつ、やっぱり姉様には。どうしましたの？顔が悪…もとい顔色が悪いですわよ。もしかしてさっきのは立ちくらみとか？下僕の自覚持つことはいいことですけど、姉様にまで恥をかかせたら許しませんわよ。じゃあモグラに戻りますわよ。あいつらの言ってた薬とやら気になりますわね。姉様にもお伝えしないと。まがい者たちがおかしなくす。これはもう間違いなくてありえないはず。お話のとこ、お、この地図を。ま、もとより下僕に選択権なんてありませんけど、話がまとまったところで早速行動開始ですわ。さあ、行きますわよ、マネージャー。ん？いつ？マネージャーという…リン、ほどほどにしてあげてね。大丈夫ですわ、姉様。馬車馬のようにこき使ってやりますわ。大丈夫かしら。いたら社内の不明瞭な金の流れを。それでめ CEO の。いたぞ、こっちだ。仲間と一緒に。というわけで。それならそうと。あら、ちゃん、なんだか事情はよくわからんが、我々には春日井まとめて釣る。いや、うん、結果的にそうなっただけで。別、こうなったら、いや、あなたには聞きたいことが。こいつらを追い払った後で。行きますよ。Yeah!
ありがとう。それよりもあなたに聞きたいことがあるんですの。いいわよ。先日あったまがいもの、あの薬、大資本製薬が作った製品ですわね。まさか今やっぱり何か知っているんですのね。知っている。ところであなたってそんな話し方だったかしら。プライベートとリントではスイッチを切り替えてるだけですわ。まあ興味ないんだけど。なら聞くんじゃありませんわ。さて、立ち話もなんだし、続きはモグラで。みんなにも話してあげないとね。あの、え、まあ、クーデターが追い出され、さてと、みなぎる笑顔、ピンクリズム。それは何ですの、カティ。
も変でした。では改めてですね、みなぎる笑顔ピンクリズム、ビシッ。いやいや、セリフが聞き取れなかったとかそういうことではなくて、私が聞きたいのは一体何をしているのかという状況説明ですわ。ですからこれは秋葉少女ストリプリズムのコスプレですよ。だからそもそも秋葉少女ストリプリズムって何なんですの。まあまあ二人とも、カティも何か思うところ。思うところ。はい、リンちゃんもこういう可愛い系の衣装で攻めてみてはどうかなって。いつもはゴスパンク的なものが多いのでイメージチェンジしてみるのもいいかもですよ。何かいろいろと途中経過とかを省いている気もしますが、話の流れはつかめましたわ。確かにその服は可愛いし、カティのセンスをとやかく言うつもりはないですけど、そういう格好が似合うのはあなただけではなくって。そんなことないですよ。あ、トーコさん、早くこっちに来てくださいよ。サギサカさん。あ、溢れる希望、イエローリズム。ノンノン、もっと力強く言い切るんですよ。この前のイベントではもっと気合い入ってましたよ。あれは場の雰囲気がそうさせただけ。ここじゃやりきれないわよ。サギサカさんまでどうなさったんですの。その参考までに私も着てみろと。ほら見てください、私だけじゃなくて可愛い女の子には無条件で可愛い服が似合うものなんです。そう言われましても、私にも今までに培ったイメージというものがありますわ。これまでリンを彩ってきたのはダークかつ深淵、かすかな背徳感で構築された世界観。イメージがブレることないように綿密にコーディネートしてきた私の世界観は単純には覆せませんわよ。きらめく純真ブルーリズム。姉様。ほらほら、しずくさんもこんなに似合うんですよ。きっとりんちゃんもお似合いですって。確信を恐れていては心は停滞してしまうりん、それはあなたもよく知っているでしょう。コスプレすることを。姉様、神々しすぎますわ。内側からにじみ出る愛らしさと美の神に愛された圧倒的存在感、まるで八神の魂が形になったようですわ。心現れました。ちょっと私の時と全然反応が違うじゃない。あ、ゲボくん、何ぼーっと突っ立ってるのよ。デジカメ持ってきなさいよ、デジカメ。姉様のコスプレ撮影会を始めますわよ。秋葉を守る絶対防壁、秋葉少女ストリプリズム。キャーキャー。楽しそうだね、姉妹揃って。ふんふん、これでリンちゃんもキュートな可愛い系が似合いそうだってこと分かってくれましたよね。それはそれ、これはこれですわ。服が似合っているのは姉様が美しいからであって。そんなことないです、リンちゃんもきっと似合います。少なくとも私よりかは全然可愛い服が似合うと思うな。試しに着てみりゃいいじゃん、自分で見て判断。なんですの、全方位から来るこのプレッシャーは。下僕はどう思いますの。僕まで。でもここまでリクエストがあるんだから参考にしてもいいんじゃない。ファンの声を大事にする秋葉アイドルリンだものね。一理ありますわね。試しに少しだけならいいですわ。アクセサリーだけでも
十分にイメージチェンジはできますから。おお、楽しみです。ほっ、私の犠牲が無駄にならずに済んだみたいね。リンも一緒に。ストプリ、いや、それはトウコさんやカティにお任せしますわ。やっぱり私は抜けられないのね。途方を。とりあえず善は急げですわね。アクセサリーの買い出しに行きますわよ、マネージャー。結局マネージャーというか、案外デートのつもりかもね。そこうるさいですわよ。子羊たちのために半月の輪行が誘う先に未来への講師を放ちましょう。お、久々のリンモード。いってらっしゃいませ。可愛い系を試してみると宣言してはみたものの、どこから手をつけていいか悩むわね。姉様でしたらどんな服でも見事に着こなしてしまうんでしょうけど、意外と考えがまとまらないわね。こうなったらマネージャー、あんたに任せるわ。私に似合うアクセサリーを選ぶのよ。いくらなんでもそこまではやりすぎよ。まったく頼りにならないマネージャーね。みんなに大見え切って出かけた手前、手ぶらで帰るわけにはいかないわね。こうなったらローラー作戦よ。片っ端から試していきましょう。これもいまいちね。こっちもデザインはいいけど色合いが好みじゃないし、一概に可愛いと言っても幅が広すぎて雲をつかむようなものね。ひょっとして、しかもまがいものだってアイドルを好きになる権利はないですわ。即答かい。もう頭きた。力ずくで伝える愛なんてまがいものとはいえ。さあマネージャー、お店の迷惑になるからこいつらを外に放り出してやりなさい。行きますわよ。やっ、このYeah.
子羊たちを正しい道へと導くのも凛の務め。さて、戻ってアクセサリー選びの続き。なんだか浮いているような気も、落ち着かない感じもしますわ。どうですの？本当に似合いますの？そもそも私のイメージに合っているのかしら。姉様ならお似合いでしょうけど、不安が残りますわ。下僕に言われても嬉しくなんてありませんわ。でもまあ他のに比べるとこのアクセサリーは少しはマシですわね。消去法で選ぶのは気が進みませんが、今回はこれでよしとしますわ。結局下僕が選んだアクセサリーを買ってしまいましたけど、今度じっくり選んで買いたいところですわ。まあところどころおかしいところはありましたけど、下僕のセンスは悪くなかったようだし、今後もマネージャーとして働いてもらうのに不都合はなさそうですわね。あとは体力って、そういえばこの前の体調不良はどうですの？気遣うとかありえませんわ。とにかく下僕は眷属から転じて凛のマネージャーとして永代古希使われる運命。体調管理は厳密にしておくことよろしくって。じゃあモグラに戻りますわよ。おかえり。あら、他の皆さんは？なんかみんな用事があるみたいで出払ってるよ。そういえば凛ちゃんに聞きたいことがあったんだ。あら、何ですの？前にライブで凛の歌を聴いてた時、自然と頭の中に風景が浮かんできたの。なんというか歌詞の世界観にシンクロした風景みたいな。あれって一体何なんだろうって不思議に思ってたのよね。ひょっとして矢神としての凛ちゃんの能力かなんかなのかな。能力とは少し違うと思いますが、それは言霊の影響かもしれませんわね。言霊？その字が表す通り、言葉に宿る霊の力、いわば神羅万象の力が込められた特殊な力を有した言葉ですわ。私が歌うときは言葉一つ一つに思いを込めて皆さんへと届けてますの。歌詞が言霊となってみんなに不思議な光景を見せているのかもしれませんわね。それって一種の催眠術みたいなもの？感受性の強い方なら催眠術に等しい効果が現れるかもしれませんわ。じゃあ私感受性が強い方なのかな。そりゃアーティストと比べられると自信はないわよ。それなら少し試してみます。簡単な暗示みたいなのは私でもできますわよ。本当？じゃあやってもらおうかな。暗示ね、どんなのがいいんだろう。そうだ、
まがいものをどんどんやっつけられるような最強戦士になれるってのは。もっと乙女らしいリクエストが来るかと思ってましたわ。いや、他に思いつかなくて。了解しましたわ。ではよろしくて、私の目をじっと見てくださいね。じー、詐欺坂東子、あなたは最強の戦士。秋葉原に並び立つもののない一騎当選の無双格闘家。とまあこんな感じですわ。まあそんな簡単に暗示にかかるわけ。あら、詐欺坂さん目が座って。まがいものをぶちのめしに行ってくる。ちょっと詐欺坂さん、狩りの時間だわ。まずいですわ。予想以上に暗示が強くかかってしまったみたいですの。下僕、何ぼんやりしてるのよ。早く詐欺坂さん追いかけないと。まずはジャンク通りから探してみますわよ。獲物、私の獲物。発見しましたわ。倒す。敵は全部倒す。まずいですの。まがいものどころか目に入るものすべてを敵視してるみたいですわ。まさかここまで簡単に暗示にかかってしまうなんて。いいこと、下僕、私と一緒に詐欺坂さんを止めますわよ。服を奪えばそのショックで必ず正気を取り戻すはずですわ。とっととかかってこい。来ないならこっちから行くぞ。行きますよ。やった。手が必要なようですわね。やった。
私今まで何を。なんで私服着てないのよ。よかった、元に戻ったようですわね。とりあえず服を着てくださいな。ありがとう。まさか私凛ちゃんの暗示にかかって。そのまさかですわ。ごめんなさい、なんだか迷惑かけちゃったみたい。いえ、こちらこそ。こんな大ごとになってしまうとは。少し自重すべきでしたわ。これからは凛ちゃんの歌を聴くだけにとどめておくね。でも暗示にかかっていた詐欺坂さん、いい動きをしてましたわ。あなたが私の眷属になってくれたら、いい働きをしてくれそうですわね。それは遠慮しておこうかな。では事件も片付いたことですし、モグラに戻りますわよ。